松中はお酒が好きすぎるあまり若手を急性アルコール中毒にしてしまったことがある。松中は平成30年間で唯一三冠王を達成した選手である。松中は引退セレモニーの準備をされていたが現役にこだわったためセレモニーは行われず寂しく引退した。松中は逆指名で大英に入団したのは熊本の両親が応援に来やすいから。松中は厳しい大英黄金時代の一員だったためメンバーと食事に行くことはなかった。松中は高校時代に左肘を怪我したため右投げだった時期がある。松中は長男がハンドボールを始めると自身ものめり込みハンドボールのチームを作った。松中はハンドボール界に様々な貢献をしたため日本ハンドボールリーグの理事を務めることになった。